はい、酒好きな新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、サントリーのね、角瓶ですね。角瓶のハイボール。これ普通のやつです。なんか、周りが白色なんで、白角のハイボールなんかなと思ったら普通のハイボールみたいですね。アルコール度数 7%。飲食店で、飲む美味しい角ハイボールの味わいをそのまま再現しました。氷たっぷりのグラスに注ぐとさらに美味しく楽しんでいただけます。原材料名がウイスキーとレモンスピリッツと食物繊維と酸味料と炭酸ガスです。カロリーが49キロカロリーか。ちょっとやっぱ甘いみたいだね、多分ね。あ、でも砂糖入ってないか。あ、糖類入ってないから、じゃあ、そんなでもないのか。はい、今日のつまみは焼き鳥の、桃串、炭火、焼き鳥、解凍、過去解凍、塩だれですね。塩だれ俺好きなんだよ。塩だれですよ。塩だれが好きなんで。まあ、やっぱね、ハイボールにはあれでしょ。肉っていうか、肉だろ。肉系統だろ、やはり。あ、でも色薄いな。あんま色薄いですね。角瓶グラス。色薄いですね。めちゃくちゃ薄い。ほんのり、なんかレモンっぽい色。レモンジュースみたいな色。さあ、乾杯。うわ。うまいな。ああ、ほんのり、レモンっぽい。トリスハイボールに比べると、そんなに味は、あれですね。レモンの味はしないんですけど。やっぱトリスとはるかに違うのが、なんか甘さと、うまさみたいなのが。はるかに違うね。なんだろう。やっぱ角瓶のね、ハイボールはね、俺もね、かなり美味しいと思いますよ、これは。ただ角瓶をストレートで飲むとめちゃくちゃまずい。あれはストレートで飲むもんじゃない。けどこれちょっと薄いかな、やっぱな。ちょっと相当薄いな。普通に角瓶のハイボールを俺作る。時多分、この多分倍ぐらい濃いやつで作るけど、相当薄いですね。相当薄い。そんじゃ、いただきます。うん。うん。やっぱ塩だれだな。うん。やっぱ塩だわ。うん。うまっ。うん。角瓶のハイボールはね、ハイボールの中でもかなりのね、上位です。まあ、今後、あとでね、いつかね、ハイボールの順位、俺の中での、ランキング作りますけど、3位ぐらいまで、作る予定ですか？なんで、順位は言わないでおきますけど、これはね、はっきり言って相当うまい。角瓶のね、ハイボールは本当に美味しい。
うん。これは、うん。ちょっとだけレモンが入ってるかな。っていう味なんだけど。まあ、俺基本レモン入れないからね。普通に自分で作るときはね。なんですけど。うん。ああ、これはうまいわ。薄いけど。ちょっと薄いな。角ハイボール。ああ、そういえばプレミアム角瓶って売ってるよな。これうまいらしいですね。どうやら。ストレートで飲んでもうまいらしいっていう。あの、2ちゃん情報ですけど。2チャンネルの情報によれば、あの、すごいスモーキーだっていう話なんで、300ml と 700ml があって、700ml が2000円か、1800円ぐらいだったかな。で、300ml が、あれ、コンビニで売ってて、確か、1000円ぐらいじゃなかった。ちょっと買ってみようかなと思うんですけどね。43度。うん。これはうまいらしいんだけどね。なんか、あの、スモーキーな味がするらしい。ですよ。わかんないけど。まあ、飲んだことないからね。角ハイボール缶。ご自宅で手軽に、楽しめる缶ハイボール。角ハイボールの美味しさの決め手であるソーダの爽快な喉越しにこだわり、口当たりの良い泡立ちと爽快な、刺激を追求。これね、なんか、トリスさ、前飲んだけど、それに比べるとね、やっぱりね、キレがいいんじゃないかな。後残りがなくて、で、それでいてしっかり香りが生きてるんだよね。香りがやっぱ割と強めなんだよね。うん。ドライかつ、香りが強いんだ。レモンスピリッツで風味付けすることで、飲食店などで見かけるレモンを絞ったスタイルのちょい絞角ハイボールを実現しました。角瓶店頭のラベルデザインを踏破し、亀甲文様を凹凸で表現した画期的なデザイン。で、これの濃いめっていうのもあって、まあ、これもうすでに買ってあるんですけど、アルコール度数 9%。これはちょっとね、これはちょっと、買っときましたけど、ちょっと、これ飲んで、期待です。期待できます。うん。で、あと、角ハイボールの贅沢レモンっていうのが出たみたい。出てないな。3月31日に贅沢レモンっていうのが出るみたいです。まあこれはいつか3月31日まで。あと1ヶ月以上ちょっと待つことになりますが。まあ、待ってみましょう。うん、これは美味しいな。美味しいけど、薄い。薄い。ちょっと薄い。この倍ぐらいちょっと濃い方がいいな。うん。俺の角ハイボールの作り方が、まあ、俺の角瓶っていうか、ぶっちゃけハイボールの作り方ですね。
俺は、ハイボールの作り方は、このサイトだとね、サントリーのサイトだと1対4ってなってるんですけど、角が1に対して4だと薄すぎるね。どう見ても薄い。俺は多分1対2だな。こんぐらいまで入れて、2だから。1対2だね。これ1対2でつくんですけど。1対4だとちょっと薄すぎる。ウイスキー1に対して大体2ですね。まあさすがに1対1では割らないけど。さすがにウイスキーと炭酸水1対1で割ると炭酸が弱いからね。あくまでもやっぱ炭酸が強いやつ使っても1対1だとやっぱ弱いんで。まあせいぜい1対2か。多分1杯目は多分1対3ぐらいにして、で、酔い始めてくると、途端に量が増えて1対2ぐらいになるんですよ。1対2ぐらいになって、俺、酒に酔うとね、さらに飲む習性があるんで、ついつい飲みすぎちゃうというよりは、最初はちょっと控えめに飲むんだけど、酔い始めるとね、めっちゃ飲み始めるね。で、その挙句ゲロ吐くという。普通に家飲みでも、何回ゲロ吐いたかわからんな。大体の、ゲロ吐くのが、あれですね。次の日が休みの日は、大体ゲロ吐くんですけど。大体でもねえけど。てか、俺休肝日ないからね。俺、休肝日とかあるでしょ。一般人は。俺、休肝日ない。ないんです。まあ、一ヶ月にね、飲まない日多分一日あるかないかぐらいなんですよ。まあ、一日あるかないかぐらいで。なんで、ほぼ休肝日ないな。あ、うまいな、やっぱな。プレミアム角瓶か。プレミアム角瓶確か、これはあれ、違う、グラスついてきたよな。確かこれグラスついてくるんだプレミアム角瓶の6グラスね。確かついてきてるはずなんで。まあ、今度買ってみるか。てか、マジで。ちょっと俺、今、給料日前なんで。俺、金なくて死にそうなんだけど。500円もないんだけど。まあ、あと3日ぐらいで給料日だからね。もう持たせるしかない。持たせるしかないんですけど。角のロックグラス。プレミアム角瓶のロックグラス結構いいな。ちょっと長いですね。ロックグラスっていうよりは、若干タンブラーに近い、ちょっと長めのロックグラスみたいな感じですか。でもロゴが、これ、この角瓶のハイボールグラス、これね。これヤフオクで俺買ったんですけど。ちなみにこのミニ瓶のやつも俺買ったっていうか、あれついてきたやつ。こんぐらいの。8割ぐらいのやつ。
の、このタンブラー売ってたんですけど、それは角瓶についてきたんで、買ったんですけど、この、ジョッキ角ジョッキはついてこな、つい、昔はついてきたんですけど、今はちょっと手に入らなかったんで、まあ、ああいうのは基本的に、非売品で、ほら、期間限定とかでしょ。昔はついてきてたんですけどね。こういうのね。まあ、これはヤフオクで買ったんで。まあ、サントリーのね、サイトでも、800円で売ってるみたいです。このね、ジョッキはいいよ。なかなかね、俺、この角瓶のね、亀甲グラスはね、亀甲タンブラーは本当に、デザインはいいんだよ、サントリーのウイスキーの角瓶は。ただね、ハイボール以外で飲むとめちゃくちゃまずいんだよね。マジで。ストレートで飲んでたら、飲んだら本当にクソまずいから。飲めない。まずすぎて。ただ、角瓶はね、ハイボールにすると化けるね。うん。マジで。うん。ああ、このプレミアム角瓶のグラスもいいな。青の。あ、これもロックグラス2個で1500円で売ってますね。サントリーのサイトで。ただ送料がかかるから、ちょっとあれか。まあ、多分今だったら角瓶の、プレミアム角瓶買えば多分ついてくるはずなんで。多分ね。このサントリーのサイトのさ、グラスさ、ちょっと高すぎるよな。平気で1万円とかするもん。なんだこれ、ロックグラスで1万2000円とかバカじゃないの。こんなん買うかよ。しかも見た感じすっげえ安っぽそうだし。1万2000円の価値ないと思う。よくこんなん買うわ。買うやついないだろ、こんなの。あ、メーカーズマークのタンブラーとか売ってんだ。ただ、俺個人的に欲しいのはね、山崎のね、ハイボールタンブラーのステンレスのやつが欲しいですけど。これ、ちょっと、高いんだよな。1個1800円するんですよ。ちょっと高えな。ただ、ハイボールもね、タンブラーはね、山崎の普通のグラスのタンブラーもこれいいな。いいな。1個1200円。これもちょっと欲しいな。ただ、山崎のやつじゃなくても、俺竹鶴のね、同じようなね、ステンレスのタンブラーがある。そうそう、長細い系のやつね。あれもちょっと欲しいんだけどね。もう手に入らないから、まあ、ヤフオクで買えるといえば買えるんだけど、ちょっと高いよね。うん。ヤフオクで売ってねえかな、竹鶴のタンブラ。竹鶴のね、
山崎のね、やつみたいな感じのタンブラーがあるんですけど。うん。ステンレスのやつね。欲しいんだけど。うん。あ、うま。うん。うん、うめえ。タンブラこれステンレスタンブラー、これって言ってもわかんないだろうけど、ただね、俺のこだわりとしてはね、山崎のあのステンレスタンブラーもかっこいいんですけど、竹鶴のねステンレスタンブラーはね、漢字の竹鶴じゃなくてね、これ英語でね竹鶴って書いてるやつがかっこいいんだよ。確かあったはず。竹鶴のねステンレスタンブラーは確か、あ、違う。日課ウイスキーって書いてあるステンレスタンブラーだ。そう。日課ウイスキーって書いてあるステンレスタンブラーがね、俺欲しいんですよ。竹鶴じゃなくて。そう、竹鶴じゃない。ステンレスタンブラーね。あ、でも今思ってみるとちょっとあれだな。やっぱ山崎のステンレスタンブラーの方がかっこいいな。ステンレスハイボールタンブラーね。うん。ああ、2月の24日。あ、ブラックニッカ、初号ブラックニッカ復刻版が、と、ハイニッカの復刻版出たんですね。そっかそっか。今度買っとこう。ハイニッカ、ブラックニッカを買ったんですけど、ハイニッカの復刻版まだ買ってないんで、今度買っとこう。うん。まあ、関係ないですね。うん。よし、ということで、いや、うまかった。ちょっともう、なんか、この前に俺ちょっとビール飲んだんで、すでに酔っ払ってるわ。コクはないね。コクはそんなにない。てか、うん、ない。甘みはまあ若干あるけど、そんなでもないか。香りは若干強めですよね。まあ、これは本当はもうちょっと、多分、もうちょっと濃い方がやっぱりいいんで。一つ減らしてね、四つ星にしました。2、3、4、4です。ご視聴ありがとうございました。